持ち物チェックしましょう今から。え、怖い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 。これか、これが本物の抜き打ちチェックしましょう。現地採用女子カバンチェックタイム。待ってください。いいよいいよ、それが嬉しい。なんかパンツとかポロって出んようにだけ気をつけてもらって。下着入ってる。今日はステーケーションをしてきました。はい、本当にありそうだな。ココナッツ好きなんで。ココナッツオイル。なんかこのアイロンぐちゃぐちゃ。でも毎日一応日記つけてて、ちょっとアルコールアルコールアルコール。早い早い。まだまだあるよ。とお財布約1000万。ああ、アルコール。ああ、いい。であとは服です。 OK です。これが旅行女子ね。私のカバンの中本当にないんですけど、まず MacBook でしょ。いつでもどこでも編集をしています。化粧ポーチ、イエーイ。中身見よう。これやばい。中身見よう。これいずいずれだってこんなんで暗くないですか。見えます。チートで成り立ってるわ私のメイクポーチは。チートはタイでも手に入りますからね。でこれはチャトチャで買ったポーチ。なんか出てる。あとこれタイで必須のウェットティッシュでしょ。はい。あとこれは特茶を3倍に薄めたお茶。なんか違うものに見えるね。これは誕生日に買ってもらった財布。2280バーツ。うー、食料品買ったら1000バーツぐらいやっぱり行っちゃいません、スーパーで。そうだね、主婦はね、何かと物入りだからね、うん。あとこれでも日本人会の会員証。ででーん。でこれはヨシさんにずっと借りてて一回も使ってないビデオカメラ。一回も使わないまま返す。ヨシさんも悲しむわ。これはなっちゃんとお揃いで買った自撮り棒。え、もう終わり？あ、そうなんです。サイドポケットは？サイドポケットは見ます？見る。スシローのキャラクター、キャラクターのストラップ。で、もう一個のサイド。さあ、マモアスシロー。いつでも売却に払えるように20バーツだ。おお。以上。すごいさっぱりして、チューズマっぽくないかも。本当だね、うん、YouTuber って感じ。 YouTuber の普通カバンの中。カバン、いや、面白くないカバンでした。おしまい。カバンチェック。やだ。え、マジですか。うん、やばいですよ。そう、でも逆に今日これバッグ、これまともな、まとも。アメージングタイランドバッグ。普段使いしてる、これ。もしかして普段使いしてる。まあ水着くしゃくしゃの袋に入ってる。今ちょっとご飯食べたんでリップを塗りますね。はい、はい、リップを入れてます。で私こういうリップなんかあのバッグに、どのバッグにも1本ずつぐらい入ってて、いつ買ったのか5年前のものか何年前のものか分かりますね。お財布3000ぐらい、約3000ぐらい。すごい。だって今日アクティビティするかな、高いかな。確かに確かに。イメージカースプレー。あー、虫除け大事。蓋はありません。確かにすぐどっか行く。日焼け止め。バネッサ。どこへ。ああ、でも全然塗ってるとこ見たことないけど。塗ってないですね。しかもなんならたっちゃんに家出るギリギリにこれを2個ポン突っ込まれました。優しい。入れてくるアルコールスプレー。ああ、大事大事。本当に全部突っ込んでんじゃん。これもそのまま入れてきたんですけど。あ、ハイライトじゃん。え、ハイライトなんですかこれ。うん、顔全部に塗ってます。嘘でしょ。うん、ハイライトだよね。ハイライトなんですか。テカリ抑えだと思って。いや、テカるテカる。
高くしたいところだけ塗るやつだよ。そうなんですか。これでいつもこうやって全然高いよ。あれはテカテカしてたのを結構気にしてたんですけど、これのせいだ。絶対そう。え、終わり。本当だ。結構豪快ななっちゃんでした。はい、そのまま直します。持ち物チェックしましょう今から。え、怖い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 。これか。これが本物の抜き打ちチェックってやつ。早く出して。怖い怖い怖い。これはお財布です。とっても気に入ってます。おー、1000バーツ入ってる。1000バーツいつも入ってないんですけどね。1枚ポーチです。バンドエイドですね。日焼け止め。おお。歯間。ああ、使うそれ外で。確かに。リップ。おお。あとはシャンプーです。ヘアドム。リップ。めっちゃリップ持ってる。どんだけ口紅塗るねん。ハンドクリーム。なんだっけこれ。ああ、サニタイザーかな。サニタイザー。あ、もうこれで最後だ。あ、エコバッグじゃん。エコバッグです。以上です。以上でした。家庭的なところが光ってましたね。どこに。カバンの中身見せてほしい。今日のカバンの中身結構私やばいかも。じゃあ中身紹介してください。とりあえずお財布です。あと毎日バイタク乗るから駅まで、そのために貯めてる20バーツ。あ、それ大事。一応会社用の携帯も持ってる。おー、仕事日がさ。おー、女子。 MRT のカード入れてる名刺入れ。おー、これ。え、なにそれ。日記を日記書いてて、それを1週間ぐらい貯まってるから。それ日記ちゃうやん。週記。あ、ヤドム。以上。以上。え、綺麗。カバンの中も。え、でもすごい。溢れてた。うん、うん、よし、やっぱさ、ヤドム入ってんすね。めぐみさんも入ってんじゃん。やっぱいりますよね。どういうタイミングで使うの。気持ち悪くなった時。気持ち悪くなった時。タクシーで酔った時とか。え、そんなんにも効くんだ。リフレッシュするよ。確かに。運転ないタクシーの運転手とかが、うんうん、いるよね、たまに。へぇ。あ、そうそう、めっちゃわかるよ。あとこの、この下をさ、外してさ、うん、これで、あの、何刈り刺された時に、えちょんちょんってしたり。そんなにも使えるんだ。こめかみにちょんちょんってしたり。へぇー。ヤドムの使い方講座までしてもうて、ありがとうございます。という感じでした。イエーイ。